鳥居梅夫神社は、兵庫県宝塚市梅夫山手町にある神社。式内社で、旧社格は合社。下る姫神を主催神とし、雨若彦神を廃止する。一帯は、物のべし一族の若ゆえ蓮が拠点としていた地であり、本来の祭神は、若ゆえ蓮の祖である伊夫梅夫蓮と見られる。水古天皇18年の創建と伝える。下る姫神は、当地の里人が、上と、 寒さで困窮しているのを憂れ、稲を植え朝を紡ぎ布を織ることを教え、その後豊かになった里人が、仕立てる姫人を祀ったという伝承が残る。米谷村の由来も、この伝承にちなみ、米しか目札にが点火したと言われている。演技式神明朝では勝者に、別格している。中世以降、貴船神社や貴船明神と称していたが、原文元年、寺社奉行、 大岡忠介より、父平産を命じられた、並川聖書の調査によって当社が、式内、メフ神社に否定され、以降は、メフ神社と称するようになった。明治6年、豪社に、列格した。10月18日19日に行われる、じり祭りは、八坂神社と共催で、米谷あずま、米谷西の2期の断じりが見合いりする、社号標石、ありがとうございます。